こうですね。口当てて全部下に落ちてるんですよね。結構ね、ずしってくる。やっぱこれ全部下が結構あるけど、やっぱ上がかなりね、もう口当ててポストとかね、不自然にね上がってますけど、あ、奥もねあるんですけど、一番奥のは多分屋根が落ちてね、ここは多分タイヤとかありますね。タイヤ、あ、これは何なんだろう、これ作業場かな、車とかの。ソーラーパネルが住んでないよね、住んでる気配が。ない、崩れてるね、完全に。はい、ありがとう。ちょっと大きい道、はい、始まります。ピチューブ、皆さんこんにちは。ですね、今日は、山奥にね来てます。で、まあ、山奥なんですけど、なんでもね60年前ぐらいにその閉山かなした炭鉱がこの先にあるということで、ちょっと来てみたんですけど、まあ、この車輪というかタイヤの跡はねあるんですけど、もうね石の方も毛が、もうね目の前に何かあるんですよね。ほい、ここですね。これどうやって入るんだろうね。まあ、あそこ入り口っていうこともあるし、すごいね、まあなんかその建物が建物なんですけど、まあ、この辺とかもなんか多分家というかあったと思うんですけど、その朽ち果てて全部下に落ちてるんですよね。落ちてこの先にある階段かと思いきや、なんか多分床みたいな、床というか。なんなんですかね、その炭鉱 の、 その石を流すため の、 滑り台みたいなやつですかね。で、あの向こうとかにも、やば、結構ね、ずしってくる。やっぱこれ全部下がこの建物の木材とかあって、結構ね口当ててるね。降ってきそうだ。うん。これさっきの炭鉱のあれだね。これ石をね下に下ろして、で多分これ水たまりが、
電気に注意って、はい、でこの上も結構あるけど、やっぱ上がかなりね、もう朽ち果てて、もうできてから多分できて閉山してから60年以上経ってんで、で僕が見たその廃墟の中で多分一番多分朽ちてると思うね、これは。だからその明治時代とかそういう炭鉱とかそういうのがねすごい栄えた時にできたやつで、まあ庶民も100年は多分できてから経ってると思うしね、150年とかね、もうそのかなりこれはその当時に関係したね、何なんだろうね、多分水を逃がすっていうか、なんか薄いよ、ね、うん、ここにも何かあったんじゃない、多分岩がなんかちょっと違うもんね、あの掘った岩をあそこに掘り投げる、うん、でそこにやっぱり水とかその溜まるから、溜まるっていうかね、まあ、流れるから、その水はけを良くするためにできた、来ました。これ建物がリアルですね、めっちゃリアル。ポストとかね、不自然にね上がってますけど、なんかもうでもその60年前とかもああいうなんかちょっと洋風な感じの、ま、ライトというかね感じだったんですね。あ、一升瓶かね、畳が、畳の上に、あ、神棚かあれ、あ、奥もねあるんですけど、一番奥の多分屋根が落ちて、ね、ここは多分宿舎だったかな。ここも納屋のような感じでなんですけど、なんか何もないですね、まあ、こことか多分車置いたりとかする車庫だったのかな。こうタイヤとかありますね、タイヤ。あー、これはボートとか、なんなんだね、これ作業場かな、車とかのそういうエンジンとかのね。はい。だけどちょっとね、思ったよりも入れるような環境じゃなかったですね。まあもう出来上がってから150年ぐらい経ってると思われるような感じだったので、はい、まあその当時はやっぱりその、ね、そういう資源が海外に頼ることが、海外というか、まあ今のように石油とか、電気とか原子力とかそういうのがなかったんで、やっぱりその炭鉱とかの、石炭とかね、掘ってね、その動力の一つとしとったんですけども、今はね、もうそういう機会もなくなり、60年前には、閉山したということでね、まあ多分日本各地そういう場所が結構あると思うんですよね、はい、いう感じで、そういう遺産がね、歴史の的遺産がを見てまいりました、はい、というわけで、まだ今後もね、いろいろそういうちょっと危なっかしいじゃないですけど、いう場所に行ってみようかなと思います。それではまあスピチューブ、またよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。
ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。